それを映したい。あのちょっとリュックをね、撮ってましたけど、いろんなね、情報が。バックしなきゃダメなんだね。一番手前にやった方が一番楽なんだ。あ、だからみんな一番向こう行くの。バックしなくて済むよ。あ、来た来た、後ろの1時。ちゃんと関係ないんだろ。一緒に車出たいんだろ。さあ、続いては、ヘリさん。あの、次は島。あれ、変わりましたか。大きくなってます。あれなんだ。小笠原諸島西之島の隣に現れた新しい島、今後100年ほど島として残ることが確実になりました。西之島の名前、そうですよね。こちら海上保安庁がおととい撮影した最新情報、最新映像なんですが、去年の12月西之島と合体した新しい島、今もまだ活発な噴火活動を続けて拡大しています。去年の11月に発見されてから2ヶ月半、浸透部分の面積は発見時からおよそ40%。